前回は超速ガイドに紹介されているピボットバンパーを完成させて、いつものコースでテスト走行をしました。人間物事が進んだりできたりすればいろいろ面白くなってくるものです。それはどんなことも一緒だったりします。本 VZ 改造計画ではギミックをテーマにミニ四駆を作っています。ギミックは現在ミニ四駆の代名詞でもあります。しかしながら単にギミックを搭載したから速くなるわけではありません。速くなったマシンを制御するためにギミックが必要になってくるのです。あなたがマシンのメカニックマンとして、もしもマシンの走破率や勝利率を上げることに直接関われるとしたら、あなた波動しますか？このシリーズはギミック制作を通じて自分の中にある理想のマシンを模索するとともに、様々なメカニック的な技術の知見を広め、マシンレベルを向上させていく動画です。復帰勢の方も新規の方もミニ四駆をさらに楽しめるように動画を作っています。それでは今回の VZ 改造計画をお楽しみください。こんにちは、見たいものを作る企画主任の僕です。こんにちは、通りすがりの助手 F1 です。上使い VZ でギミック第3回目ですよっと。前回は1つ目のギミックのテスト走行を終わらせて、リアイカーがバーツ点数と作業工程にビリビリ高さすれて感じでしたか？言い方、それで今回は何をするんですか？リアアンカーの構造解析しただけですよね、主任さん。いや、何度見ても難しそうだよね、この一軸リアアンカーってさ。無加工のピボットバンパーから一気にレベルが跳ね上がりましたからね。いや、まったくだ。失敗したら目も当てられないよ。それじゃあ一気に完成と配下なそうですよね。まあそうね。腰が引けるな。そんな主任さんに朗報です。ん？なんだい？こんなのはどうですか？その名も素敵ファンリアンカー。お、なにこれ、どうしたん F1 くん？はい、前回の動画のシーン。うん、そうだね。はい、巻き戻し開始、ちょっと戻って、そうそこそこ、はい、ここアップ。あ、無加工って言ってるのにいきなり FRP 加工からやるのがおかしいなぁと思ったんですよ。こっちは確かに無加工だし、多分こっちのことを言ってたんじゃないですか？あ、どうもそうっぽいね。もう主任さんって説明書ちゃんと読まないタイプでしょ？おお、 F1 くん、そうやって人を決めつけるのは良くないな。説明書ってのはね、ほう、困ったら読むもんなんだよ。うわぁ、言い切り寄ったとです。なるほどね、これなら本当に簡単に作れちゃいそうだね。でしょでしょ、作成の練習にもぴったりでしょ。うん、確かにその通りだ。使用するグレードアップパーツは FRP リアブレーキステ、 FRP マチワイドステ。何ですかこの大胆な合成は。いや、 FRP ステって種類が多くてさ。そうですね、間違えて買っちゃったのよ。やっぱり。ここに写っているのは AR シャーシ FRP フロントワイドステ、それで記事に書いてあるのはこの FRP マルチワイドステ。マルチだか強化だかの名前めんどいんだよな。もう数字とかで管理してくんねえかな。ミニ四駆あるあるネタですけどね、これ取り直しですね。これでいい？ OK、 わかった、パーツは買い直してこよう。パーツも買ってきたし、早速やっていこう。やりましょうやりましょう。使用するグレードアップパーツは FRP リアブレーキステ、 FRP マルチワイドステ、ビス、ナット、メタル軸受け、サイドダンパースプリング、ロックナット。おお、一軸リアアンカーに比べて部品点数がざっと半分くらいですね。そうだね、こっちは作業工程も少なそうだ。構造解析してみるか。 FRP リアブレーキステのここがビス穴、丸ビスを仮面から通してナットで固定、 FRP マルチワイドステを配置、穴は後で調整しよう。スプリングにメタル軸受けを配置して、ロックナットで固定、
これってつまり二軸の AT バンパーなんですね。そう、その通り。しかし、いいねこれ。とりあえずギミックをやってみるってんならこっちかな。順番的にこっちの方からやるべきだったのでは。ごめん、テヘペロ。またそれか。それじゃあ簡易アンカーを早速作っていこうか。ウェイ。これ入門ギミックとしてはかなりいいんじゃね。そうですね。ギミックの構造や動きも非常にわかりやすいし勉強にもなりますね。とりあえず今ローラーをくっつけておこうか。なんか良さそうですね。そうだね、とても見栄えがいいよねこれ。なんかもうこれでいいんじゃないかな。これ採用しようよ。ふふん、腰が引けてますよ主任さん。いやいや、別にもうこれ以上のギミックは必要ないんじゃないかな。そうはいきませんよ。ち、わからずやめ。もうこれでいいじゃんか。ちゃんとこれでも走るから大丈夫だって。自分で考えた策でしょ。わざわざ苦労しなくたってよくない。それじゃあ面白くないでしょ。当たらなければどうということはない。そんなことやってるからくらい必殺のリスワード発動。勝ったパートがもったいないですよね。ぐっ、それを言っちゃおしまいよ。くく、あなたの性格なんてこっちはとうにお見通しなんですよ。さあ主任さん、諦めて作業するのです。オッケーオッケー、ファン君、僕の負けだ。一軸リアンカーもちゃんと作成しよう。じゃあまず使用するパーツをおさらいしようか。はいはい、準備しましょう。ボーリングマスダンパー、 FRP マルチ補強プレート、アンダースタビヘッド、スライドダンパースプリング、ロックナット、ステンレスサラビス、 FRP マルチワイドリアステー、軽量プラスフェーサー、ボールスタビキャップ。改めて失敗できないな、こりゃ。準備 OK。 じゃあ作業工程がこれ。2つの FRP を切って削る。サービス加工も忘れずに。補強プレートを2枚重ねて、仮面からサービスを通してナット締め。スタビヘッドに穴を開けて配置。中心軸のところを削っておく。加工したマルチワイドリアステーを仮面に配置。リップ、バッシャー、スプリング、ロックナット、サラビスを仮面から配置。スペーサーをつけてナットで固定。ボールキャップをつける。イメージはバッチリ。早速作業行ってみようか。
や、なんとか形になったね、これ。そうですね。うんうん、ちゃんと稼働してるね。失敗しなくてよかった。取れ高はないですけどね。ほっとけ。それじゃあローラーは適当なのをつけてテスト走行しに行こうか。良いですね。やっぱミニ四駆は走らせてみないとね。そうですね、走らせるコースが手近にあるのはいいですよね。どんな走りになるかな、楽しみですね。ということで今回はこれまで。次回は2種類のリアアンカーを使って走行テストを実施します。高評価チャンネル登録もお願いするのですよ。それではまた次回。ミニ四駆作って走らせようぜ。超図解 VZ でギミック、見たいものを作る企画。ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録をお願いします。それじゃあまた次回。